私今ここにあるのはね、三省堂っていうところの模範六法ってやつなんですね。これ結構でかいです。でこれだとね4000円ぐらいしちゃいますね。でこれ持ってくるのは大変ですね。で人によってはね、このなんつうか民法なら民法とかね、必要な部分だけこうなんかこう うまくちょん切ってこうやって薄い冊子を作る人もいるんですよ。でそれはそれでいい、そう あったまいいなと思うんですけど、これちょっと持ち運ぶの大変ですね。でこれのね小型版もあります。小型版もありまして、それはね模範小六法って言ったかな。これだとね2000円いくらぐらいです。でそれでもいいんじゃないかなという気がしますね。そんなに遜色ないんで、ですからこれのちっちゃいバージョンがありますので、まあおすすめとしてはそれかなっていう感じです。もうすでに買っちゃってる人とかであれば、別にいわゆるね証書試験で使うのはね判例六法って言ってね、条文の後にね裁判例がざっと並んでるやつじゃないとダメなんですよ。ですのでまあそういうものが判例が載ってるもので条文だけずらっと並んでるのダメなんですね。でその判例六法っていうのあちこちで、いや有比較でも出てるだろうし、岩波でも出てるだろうし、いろんなところで出てますけどね。まあ一応まあその、まあ、模範六法のこれの小型版がありますので、まあ、それがまあおすすめかなっていう感じで。